っても完全にいやらしい。あ、ホテルかとかさ、そう、そういうの嫌じゃん。嫌でしょ。やだやだやだ。サイトヘタレの恋愛相談へようこそ。今日は本当にスペースからだね。そうだね。YouTube スペースじゃなくてリアルスペースからになっちゃったね。リアルスペースからだね。どう？てかもうなんかこれ恋愛相談じゃなくて宇宙動画だね。やばいな。うわー、ふわ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 。うわー、いいっすね。てかこれリアルだよ、マジで。すごい、すごい。ちょっと早速撮っちゃっていい？いい、大丈夫大丈夫。こんなところからね、みんなのロマンチックなコメントに答えていくわけなんですけど、早速じゃあこんな感じで行ってみましょうか。じゃあなんかもう恋愛相談っていうか、なんか宇宙動画になっちゃったね。私は好きな人がいます。友達も好きです。友達は好きな人はいないって言ってます。でももうすぐ卒業なんで思いだけ言いたいです。密かに言いたいです。どうすればいいですか？ちなみに小6です。卒業しちゃうわけじゃん。伝えたくない？伝えたい。だってどうせ中学校とかもさ、違うとかってもう気まずくないじゃん。うん、あ、そうだね、そうだね。うん、手紙？そこは手紙がさ、本当に伝えたいことがさ、やっぱり言ってもらいたいよね。いや、なんかさ、俺でも小学校の卒業式でそれ言われたら、卒業したことよりそれ言われたってことの方が小学校の思い出全部やっちゃう。だからそれ言ったら相手の小学校の思い出のもうほぼ歴史の半分、そうだね、持ってけるから。確かに終わりよければ全てよしですよね。歴史の一部になれるって思えば、うん、だからずっと好きでしたってそれだけ伝えたかったんです。学校で何人かの女子にからかわれたり、消しカス投げられたり、ボディタッチしてきます。これは脈ありですか？これは、うん、大好きだよね。そうだね。だって好きな子に投げてたでしょ、消しカスとか。うん、だってすっごいモテてたね、純也君って子がいたんだけど、純也がいたんだ。そう、純也君って子がいたんだけど、みんなが大好きだった。だからもう休み時間とか毎回追いかけられて、髪の毛取ったとか。わかるわかるわかる。そういうのでやってたから。あ、そう、うちの学校でもやっぱ軍事あってさ、前回言ったけど、みんな軍事蹴飛ばしだもん。俺今日軍事蹴ったとかさ。みんなのマドンナが好きだったんだ。そう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 。いや、意外とシンプルだったんだよね。シンプルだね。そう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 。そうだから小学校の時のさ、愛情表現ってそんなもんだと思うよ。結構モテ男なんじゃない？だからだってからかわれたり、消しカス投げられたり、ボディ立っちゃうから。ああ、ボディ来てる来てる来てる。じゃあ言っていいと思う？女の子に消しカス投げてやめてくんねっつって、俺マジだからさって言ったら、あ、やばい、本気になっちゃったんでなるでしょ。ああ、確かに。俺傷つくからやめてって言ったら、うわ、それ結構傷つく。それ好きだ。純也が言ったらやばいね。やばいやばいやばい。なんてことしてしまったのかしら。キスとハグの誘い方教えてくれよ。中1だよ。ね、まずここで何が間違ってるかって訂正したいのは、はい、キスとハグは誘うもんじゃないでしょ。そうだね、そうだね。されるものでしょ。だってでも女の子もされると思ってない？俺は不意打ちだと思うよ。キスとハグは不意打ちだと思うよ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。だからなんていうのかな、2人で去ってる時プチュッてさ、いけるでしょ。いける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 。そういうのとか、なんていうのかな、ハグでしょ。誘うとかじゃないんだよね。そう、だから計算じゃないの、もうそこは。もう自分の思いをもうしたいみたいな。そう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 。その思いを、体の思いをそのまんま表現すればいいんじゃない？そうですよ。だからもう中央でもねえねえ部中が一番簡単だと思うんだよね。まだ中1で車乗れないかもしれないけど、車乗ってて、あ、なんかね、俺なんか変なゲーム考えたことあったよね。これすっごい評判悪かったんだけど、車乗ってて。ゲームしようっつって、じゃあ次の信号が青だったらチューしないで、次の信号が赤だったらチューしようで、赤って普通嫌なものじゃん。嫌なものが良いものに変わるんだよね。確かに。でそれなんで思いついたかっていうと、なんかイライラしてたわけよ。なんかその当時車乗ってた女の子はすごいイライラしてて、また赤とか言ってるから、ちょっとそこで思いついたゲームなんだけど。へえ、すごい。それだから、あ、次青だ、青だね、そこで黙り出してさ、あ、次赤だ、チュッて、よくない？超いい。それすごいと思う。車だけど、例えば登下校の帰りの信号でもいいじゃん、歩きながら。そう、それで言えるよね。そうそう、赤だったら、あ、言えるね。信号はもう全ての人のためにあるから。そうそう、信号はね。ああ、だから俺よくやったのが、赤になってほしいから、明らかに黄色なのに止まったりとかして、ちょっとーとかにうるせえみたいな。だからそれを信号だからそういうなんか信号使おう、いいね、ちょろっとなんか遊び入っていいと思うんだよね、チューとかって。誰の恋愛相談絶対返答お願いいたします。好きな子はいるんですけど、その子携帯持ってないんで話してスキンシップ取っています。クリスマスの日に告白しようと思ってるんですけど、その告白の仕方、どんな告白の仕方をすればいいですか？いいなって思った。今全てもうコミュニケーションで会話を取ってるわけです。ああ、要はね、対話でね、アナログな感じやってるわけ。そうだね。まあいいじゃん、いいじゃん。なんかさ、言えばいいじゃん。いや俺さっつって、っていうかみんなさこうやって LINE とかしてるけど、でも俺は君と生で話して楽しいんだって。そうそうそう。高校1年の男子です。今付き合って約1ヶ月の彼女がいるんですが、クリスマスのネット前を誘いたいんですが、どうやって誘えばいいですか？いやらしい目捉えないような誘い方教えてください。だってもう完全にいやらしいまあいやらしいよね。いやらしいじゃん。まあ完全にエロいっていうかさ、いやらしくないような誘い方教えてくださいって時点でいやらしいわけ。そうそう、私もそうだから、いやらしいことを堂々と言う。だからなんていうかね、よくさ、俺さ、なんていうかよくツイッターとかでなんでやたらそんななんかエロいことやるんですかって言うけど、だってエロくない男なんかいないわけだから、もっとエロくていいと思うんだよね、なんか全体的に男子。その子も誘われると思ってるから、うち来るでいいんじゃない？だからなんか、じゃあ今日デートして、その後俺一緒にいたい、ずっとそれでいいじゃん。別になんかいやらしく考えていく、あ、ホテルかとかさ、そうやるよ。あああ、電車もうないよ、ないよ、あ、もうないよ、あ、やだ、そういうの嫌じゃん。嫌でしょ。だったらもう別に時間もないし、うち来るで、いや一緒にいたいって。だからエロさを堂々と言うことによって嫌らしさ消える。それがいい。盛り上がってるな、みんな。はい、ということで、コメントをガンガンありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は宇宙からでした。コメントを答えるで、なるべくガンガン下にコメント残してください。残してください。はい、2015年もいい年にしましょう。よろしくお願いします。では、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。Imagine みんななれる No.1 Imagine 自主国境なかない Imagine Imagine して Say Yeah 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 yeah